第95回都市対抗野球第4日1回戦日本製紙石巻後の 4KMG ホールディングス2024年7月23日東京 D 日本製紙石巻は粘りが身上のチームらしく土壇場に逆転劇を演じて13年以来のドーム白星を飾った1点を追う9回連打で走者をためると七十七銀行からの補強選手の石井が同点の左前的地打すると 続く佐藤晃が勝ち越しの左2飛。予選からずっとこういう試合をやっている。選手が粘り強く戦ってくれましたと4年ぶりの東京ドームで初戦突破を果たし、伊藤大蔵監督は笑顔で選手を称えていた。